じゃあ今日は、期間限定新メンバーの、ゆうちゃんと、ぶちぎりうじゃらです。よろしくお願いします。ゆうちゃんです。あ、ありがとうございます。売面つながるように、はい、あの頑張ってもらってるわけですけど、はい、今日早速やる企画をちょっと言っていいですか。はい、何ですか。この間のね、2人で飲んでちょっといろいろお互いのこと知ろうじゃないですけど、はい、やった時にツイッターもちょっとね伸ばせたらいいなっていう話ありましたけど、はい、今フォロワーがいくつですか。今5500くらいです。5500。そう、いやそれで俺もちょっと考えたのいろいろ。お、うん、何ですか。じゃあ簡単に言うと、アイドルのツイッター乗っ取ってみたというやつをちょっとやらせてもらおうかなと思います。誰が乗っ取るんですか。いやそれは俺が。私のツイッターを。そう、まあ、ちょっとそれだけだと怖いね、今これだけだと。そう、最後まで聞こう。はい、一応どういうふうにやっていくかっていうと、今からもうアイドルがつぶやくわけがないツイートっていうのを5パターンほどこちらで用意させてもらってますので、はい、その中のツイートを、まあ、1個選んでですね、それをツイートすると、このツイートするだけでもしかしたらちょっとバズるかも、いつもよりインプレッション上がるかもしれないんじゃないかっていうのがまず1つあります。おー、だってそれはいいです。何これ、アイドルなのにとんでもないこと言ってるってなるわけだから。え、何言うんですか。それ何言うんですか。まだ終わってないから。そう、まず1個はそれで話題にもしかしたら出るかもしれないっていうことと、これをやることによって同時にある1個のものが確認できるんですよ。それはゆうちゃんのファンがどれだけゆうちゃんのことを分かってるかっていうことですね。だってその変なツイートに対して本当のファンだったらもうすぐ気づく。例えば俺がいや今日もいい朝だ、一日笑顔で頑張ろうってツイートしてたら乗っ取られたってすぐ分かりますよ。確かに。うちの視聴者は間違いない。でそれと同じ原理で、変なツイートにすぐ気づく人がいれば、あ、本当にちゃんと活動してるからファンができてんだなっていう実態の調査にもなるんで。え、怖怖いでしょ。大丈夫なの本人的にはっていう部分あったんですけど、自発的に言ってる感じで言えます、大丈夫。正直、大丈夫だと思う。なんでなんでいいんだ。いや私のファンユーミンって言うんですけど。あるんだ、はい、そういう名前がね。はい、ユーミンなら間違いなく分かる。あ、もう自信があるからそもそもそんな大事にならないよってことね。はい。あ、いいライブの日付とかも書いてあったりして、もうアイドルだって分かるね。これゆうちゃんのこと知らない人でももうアイドルだって。アイコンもそうだし、俺なんかちょっとアイコンの写真ちょっと盛りすぎてませんか。そんなことないです。新アーシャでバチ盛りしたんで、いやもう漏れてるじゃない。じゃあ早速ちょっとパターンどれにしますっていうのですけど、怖、あ、ごめん4つしか考えてなかった、ごめん。まあとりあえず4つじゃ、まず1つ目、もうめっちゃでもシンプルですよ。タバコ吸いてしかもタバコ吸いて丸っていう、こう結構なタバコ吸いてっていう感じのやつ。これはつぶやいたことはないですね、ちなみに。ないですね。ないタバコも吸わない。吸わないです。あ、喘息持ちなんで。あ、じゃあもう絶対ないですね。はい。あ、じゃあこんなの気づくんじゃないの、一番タバコ吸いてなんて言ったら、え、喘息持ちなのにあの子はそんなのつぶやかないんで。でも、うん、いやゆうちゃんわかんないしなって思う人がいたら、うん、ゆうちゃん、うん、赤間違えてるよみたいな。変なサポートの仕方だ。ありえるなって、ちょっと、うん、隠せよ、吸ってないっていうフォローをしろよ。じゃあ1つ目とりあえずそれね、はい、候補1、はい、で2個目が、まあ、正直言ってる方も多いと思いますけどって感じですけど、ホストでも行くか。やっぱこれは俺らもね知らないけど勝手に想像してる、なんか表にもねこうデートも行けないからホストとか行ったりすんのかなみたいなとかもあるしね。これはちなみにつぶやいたことはないですね。ないです。ないけど、うん、乗っ取られてるって思わない気がする。ちょっとそんなどういうふうに思われてます。天真爛漫キャラだと思われてるって言ってたじゃん。あ、そうなんです。ふざけて書いてるって思われる。あー、なるほどね。自分の趣味欲しいってずっと言ってるんで。なるほど。だから書くってこともあるのかなとか。うんうん。じゃあ3つ目、どっかにパトロンいねえかな。これも切実なやつですね。うん、もうやっぱ言い方が大事なのかも。うん、パトロン欲しいですが、どうだろうね、どっかにパトロンいねえかなっていう。やばい。やつが3つ目ですね。これはもうパトロンいないのはもう接しててわかるんで、聞きません、ツイートしたら。で、一応4つ目だけちょっと長めなんですけど、
ファンのおかげでここまで来れましたってあるじゃん。ってことは、私がまだ売れてないのもファンのせいってことだよねっていう何かに気づいてしまったアイドル。笑っちゃったんですよ、私。いやいや、共感笑いまずいじゃん、これ言わないだろうなと思った。俺合ってるとは思うけどね、これ、うん、俺が100万登録いかないのこいつらのせいだからこいつらがなんか、俺をこいつら色に染めようとしてくる。もうそれにギクシャクが起きちゃってる、ずっと。それは違いますよ。まあまあ、それはあなた関係ないじゃん。ネタバラシはするから結局じゃあやらされましたっていうことで、なんか新しいファンもたくさんつくかもなんですけど、うん、そうだね、今のファン全員離れそうですね。まあ苦渋の選択だよね。それあんだよ、本当に。なので、じゃあこの4つから選んでいこうと思うんですけど、誰にする？その意見を踏まえ、なんか、うん、全然ゆっくり決めてくれていいよ。その人生が変わる可能性があるから。どちらかに。どっかにパトロンいねえかな、言うかな私。いや言わない、全部言わない。全部言わないんだけど、でもあれだよね、多分気になってるポイントは、言わなそうすぎて、なんかや変なことわざとやってんじゃないかってなっちゃう可能性があるってことね。あ、そうです。一番ならなそうなのどれなの？現実タバコ吸いて。ちょっとタバコ吸いてーなんか、タバコ吸いてって、うん、多分絶対言わないんですよ、うん、だけど知らない人とかは、うん、すんけど表にはそういうキャラを見せずに、うんうん、裏垢で言ってんのかなって思うのかな、うん、裏垢あるでしょさっきから裏垢っていうワードすごい出てくるから。でも消したんですよ。あったんだ。大丈夫それ言って。いや、まあ別に変な裏垢じゃないもんね。あ、そうです、中高の時のアカウントがあって消しました、うん、俺もね芸人じゃん消してんだけど、なんでかってもう過去に先輩芸人の悪口いっぱい言ってなかったからまずいとすぐ消した。ツイートいいですかして。大丈夫です。まあもちろんこの数時間後にちゃんと企画で乗っ取られてましたっていうのは言うんで、安心してください。はい、はい、でもちゃんとあなたに批判が来ないように私が打ちますんで。じゃあ行きますね。タバコ吸いて丸をツイートさせてもいいですね。こんな可愛らしい顔したこのアイコンからね、みんなが出ることあんまりないですけどね。じゃあ行きますね。行きます。ツイートしちゃいました。タバコ吸いてーって。あー、いいわ、生々しい。でも本当に分かってくれると思う。あ、分かってくれる、絶対分かってくれると思うんですけど、うん、今思ったのが、自分のグループのメンバーが配信中なんですよ、8時から、うん、その子が一番困るかもしれない。その子に送っといてもいいよ、もしかしたら。今変なツイートしたけど、YouTube 企画だから言っといてもいいけど、どうする？大丈夫？じゃあ全員に言っとくんですね、うん、だけどバカメンバーいないよね、それをツイートしちゃう。大丈夫です、それ大丈夫ね。もう2件来ております。あ、いやいやいや、ちょっと、でも見ないでね、俺ちょっと。え、見ちゃダメですか？うん、それはもうちょっとやばそうだったら言うんで大丈夫です。いや、まあ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 、でもまだ、うん、これをまた後で見ましょう、どうなるか。怖い、お願い、みんなこれで気づかなかったらマジ失格なんで、許さない、マジ許さない。確かにね、はい、何にも私のこと分かってないじゃないかっていうね。はい、もう何も分かってない、うん、許せないって言っていいよ。で、俺はちょっとそれ補足的に、はい、まあお前が伝えきれてなかった可能性もあるだろうっていうツッコミをするから。それでバランス取れるから。じゃあちょっとね、数時間後、どうなるのか、楽しみにというか、まあなんでしょうね。まあ待ちましょう、とりあえず。はい、はい、さあ、ということで時間経ちまして、まあ初めて言うこと、言う言葉ですけど、ツイッターを乗っ取らせていただいてね、時間経ちましたけれども、どうなってるのか早速見ていきたいと思います。まあメインとしてはね、これでちゃんと乗っ取られてることを気づく、そういう熱い思いを持ったファンがいるのかっていう部分はありますけれども、まずそれ以前に本当になんか問題になってないかっていうところをね、一回見ていきたいんですけど、なんとですね、それは大丈夫です。そう、なんか、なんつうの、この、もう お互いにとって良くないみたいなケースは何もないです。よかったです。なんでも、あとは純粋に、ちゃんとゆうちゃんのファンが、どれだけゆうちゃんを見てくれてるかっていう、一応ね、リプライはね、表示されてるだけで、26?2 時間前で。結構来てるね。
じゃあもう早速、まず1個あったのが、タバコ吸う女の人がそそるという知り合いがいる笑いっていう人がいるんですけど、この方、これは、まあ、信じてますよね、これはね。そのタバコ吸いてえな、あーで、ちなみにタバコ吸ってるとモテるよ、そういうの言ってる人いたからっていう話だから。まず信じちゃってますね。そうでしょう、そうなんでしょう。続いてがシンプルな人います。っていう人います。もうシンプルな。これも信じてる。うん、信じて食らっちゃってるタイプ。言葉失っちゃってますね。さっきの人よりきついですよね。多分この絵は結構ガチの絵だけど、いやまあちょっとまあでもまだ真相は分からんかっていうやつだったのかな。で次来てるのが。だからまあ優しいんだけど、言葉優しいんだけど、これ信じちゃってるなっていうのが、百害あって一理なしだよ、ハートハートハートっていうのが吸うこと自体は信じてますから、ねえ、優しいけど、優しいけど、で、他にはこれも優しいかも、うちはこれって言ってケントを思う、うん、いやおすすめとかいらないこれね、多分推しと同じタバコを吸えるようになりたいみたいなことなのかな。もう一個もこれも優しいけども信じちゃう、ゆっくりしてくださいっていう、うん、深く吸い込んでくださいっていう人ですね。であと似たようなだけほどほどにねっていう、待って今結構上がったじゃないですか、結構上がってるけどごめんなさい、そうなんですよ、ほどほどにねっていうのあるし、あとやめといた方がいいよという、もう信じてますね確実に。あとは衝撃発言だ、びっくり、ゆうちゃんからそんな言葉が出るとはっていう、もう動揺を隠せないけど、これも信じてるもんね、絶対ね。何言いました今、今のだけで1、2、10だね、うん、ちょっともうその乗っ取られてるって人はいませんでした、ちなみに。もう いなかった。だし今信じてる人がほぼだったじゃないですか、うん、それ以外は何なんですか。じゃあ、いや、それ以外を行くとタコパしてって言ってる人がいるから、それちょっとこれちょっとボケだと思ってるのかな。だからある意味まあ信じてはないかもみたいな、あちょっと微妙なところ。でも乗っ取り本人がやってると思ってるからね。でもこれはで、あとはまあこれはもうボケだよ、普通に「へいお待ち」っつってこの食べ物のやつで、これもまあさっきと同じで、そのまあ本人がボケてるみたいな。あとキャラ変かっていう、信じてる、うん、なんかまあタバコ吸うだろうとは思ってないんだろうし、うん、なーっていうのをまあグダグダ言いましたけど、とりあえず誰も言ってないですね、その数パーセントの可能性を残してみんなコメントしてるっていう感じかな。ごめんね、なんかファンとの間にギクシャクさせちゃうと思うけど、まず本当にびっくりしてるやついたからツイートしようかこれ嘘ですよっていう、乗っ取られてたんですよっていうの言おう。ピースはまずいかもしれない。ピースは本当に気をつけてね今後。じゃあファンの皆さん安心させてあげてください。みんな今もうプカプカしてると思われてるからね。してません。はい、じゃあこの文章はもうあなたの気持ちなんで、もう普通あなたがツイート。いいですか。はい。させていただきます。はい。みんなごめん。そうだね。みんな俺もごめん。でも楽しかった、ありがとうみんなおかげで。うん。こんなみんな受け入れ体制と整ってると思わなかったから俺も。いやおかしいな。いやまあちょっとね、それはまたそうファンミーティングしてよ。それでみんな会議してよ。うん。まあまあほとんどの人が信じてたっていうことですね。もしかしたらそっちに勝機もあるかもしれないなんていうね、データとして受け取っていただければと思います。そうですね、処理がまだ追いついてないみたいなので、この辺でしてもらえますかはい、じゃあタバコ吸いそうだな、本当に今最悪だよみたいな。吸わないないですね。じゃあファンの皆さん、すいません、吸わないですはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ほう、納得しましたな。あ、よかった。みんな、なるほどね。混乱ですよ。うん、マジで焦った人は本当に焦ったんだね。よかった、なんとかなりました。はい、おそらく。
まあ、もう30分だけだと見ようと思うけど、自分でも問題が起きてないから。